あなたの人生における一番の過ちは何ですか？遡ることおよそ27年前の1994年9月、舞台はイギリスサリー州。とある構成施設にて少女の笑い声が響いていました。友人と楽しげに電話する彼女の名前はシャロン・カー、15歳。約1年前、喧嘩で友人を怪我させてしまい、この施設に入れられていました。年頃のシャロンは長電話が大好きで、楽しそうに話すその声は施設の職員にもおなじみのものだったんです。しかしこの日の彼女の部屋から聞こえてきた話の内容には職員も違和感を覚えました。今度はもっといたぶってやりたいな。友人と話すにしては穏やかではない、そんな言葉を耳にした職員はシャロンの様子を伺いに彼女の部屋へ向かいます。すると部屋にシャロンの姿はなく、代わりに一冊の日記が乱雑に置かれていました。そして何気なく日記を開いた職員は目を疑うことになるんです。そこには一言こう記されていました。私は人殺しになるために生まれてきた。人殺しになるために生まれてきたと語る少女シャロン・カー。彼女が抱えていた想像を絶するほどの心の闇とは。シャロンが隠していたのはあまりにも残酷な取り返しのつかない過去だったんです。おそす、ずっと鶏胸肉食ってるよ、ケンちゃんです。ハラハラ、ヤミヤミカ。ハラハラ、ヤミヤミカ。ハラハラ、ヤミヤミカ。何それ。ハラハラ、ヤミヤミカ。会話、まあいいか。本日ご紹介するのは、友人との喧嘩がきっかけで更生施設に入れられてしまった少女シャロン・カーについてなんですけど、なんとこの少女は更生施設でですね、彼女の持つね恐ろしい性質が発覚してしまうんです。喧嘩中とかじゃなくて、更生施設の中で何かバレちゃったってこと？バレちゃったんです。何が何が？まずはですね、シャロン・カーが更生施設に入ってしまったきっかけとなる出来事から見ていきたいと思います。非行少女。遡ることおよそ28年前の1994年6月7日、イギリスサリー州コリングウッドカレッジ総合学校は昼休みを迎え、多くの生徒が思い思いに時間を過ごしていました。そんな何気ないひとときのこと、女子トイレから廊下に響き渡るけたたましい悲鳴。トイレの近くで談笑していた男子生徒たちは明らかな異常行動を察します。おい、一体どうしたんだ。男子生徒たちがトイレに突入すると、そこには倒れた女子生徒と、その生徒に馬乗りになっているもう一人の女子生徒が。何やってんだ、やめろ。男子生徒たちは力ずくで二人を引き離しました。そして次の瞬間、彼らはこれが明らかに普通の喧嘩ではないことに気がつくんです。なんと馬乗りになっていた女子生徒の手にはナイフが握られていたんです。な、ナイフ？学生同士の喧嘩って殴り合いとかじゃない？ナイフなんて持ち出す？ナイフを握っていた少女はシャロン・カー、14歳。喧嘩の相手は彼女のクラスメートでした。この時クラスメートが怪我をしてしまったため、シャロンは警察へ連行されることに。そして取り調べの結果、更生施設へ送られることになるんです。シャロンは活発で友人の多いごく普通の女の子だったんですが、最近は様子がおかしいと周囲も感じていたといいます。そうやって彼女の中で何かが狂い始めた原因は、シャロンが過ごしていたその家庭環境にありました。1979年、シャロンは中南米の小国ベリーズで生まれました。彼女が7歳の頃、一家はイギリスサリー州に移住。その後シャロンはサリー州のコードウォリス中学校に入学します。入学当初のシャロンは真面目で教師からも好かれる優等生として知られていました。しかし学校生活が進むにつれて、隠れてタバコを吸ったり、友人と喧嘩したりといった問題行動が目立つようになったんです。そうしているうちに教師に嫌われてしまい、中学校1年生の途中でコリングウッドカレッジ総合学校へ転校すること。そして転校した矢先に起こってしまったのが、同級生をナイフで襲ったあの事件でした。転校させられるぐらいかなり教師から嫌われてるわよ。そんな不良だった、なんでそんな優等生だったのに豹変したのよ、不良に。彼女がね、もう非行に走ってしまうのも仕方がないというような家庭環境だったんです。実はシャロンの母親はかなり問題のある人物でした。シャロンには兄弟が3人いるんですが、父親は全員バラバラ。シャロンの母親は多くの男性と関係を持つ性に奔放な女性だったんです。シャロンに至っては実の父親がどの男性なのかもわからない状態でした。そんな母親の性格を象徴する次のようなエピソードもあるんです。コリングウッドカレッジ総合学校へ通う中でも変わらず非行を繰り返していたシャロン。彼女はある時、中学校の校長の計らいで社会福祉施設で1ヶ月の更生プログラムを受けることになりました。そして1ヶ月のプログラムを終えたシャロンが帰宅した時のこと。ただいま、そう言って自宅のドアを開けるシャロン。すると、おい、知らない子が家に入ってきたぞ。そう叫んだのはシャロンが見たこともない男性でした。男性に声をかけられたシャロンの母親はすぐさま玄関先に顔を出します。そして一言こう言ったんです。ああ、帰ってきたの。母さん、この人と再婚したから。
そう、シャロンの母親はシャロンが更生プログラムに励んでいるその間にも子供たちに何の相談もなく新しく子連れの男との生活を始めていたんです。いやいや、何よこの母親、見ず知らずのやつがいきなり家族になってるとか吐き気しない、やばくないこれ。この環境こそがね、彼女の反抗的な性格をね形成したとも言えるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、愛着理論について。愛着理論とは、幼少期に親との親密な関係を維持することでコミュニケーション能力が養われるとする理論。幼少期の子供は外部のストレスから逃れる方法として親に泣いて知らせる、しがみつく、追いかけるといった行動をとります。親がその行動にしっかり応えることで子供の中で他人に対する信頼感が形成され、大人になってからも円滑な人間関係を築けるようになるんです。幼少期に親からの愛情を十分に受けられなかった子供は他人への信頼感が形成されず、他人の行動言動を好意的に受け止めることが難しくなると言います。マターナルデプリベーションと呼ばれるこの状態に陥った子供は暴力的な性格に育つことも多いとされているんです。シャロンの母親には性に奔放だったこと以外にも多数の問題がありました。例えば彼女は気性が荒く、夫への暴力事件を起こして逮捕されたこともあったんです。そんな母親にまともな子育てが務まるはずもなく、愛情を知らずに育ったシャロンの性格はみるみる歪んでいきました。この家庭環境は確かにかわいそうに思えてくるわね。ただですよ、ヤメゴさん、まだね、彼女のうちなる闇っていうのはこんなもんじゃないんです。更生施設に入れられた後にバレちゃうんです。何が？さらなる発覚。1995年9月、シャロンの暮らしていた更生施設に彼女の楽しそうな笑い声が響いていました。シャロンは長電話が好きで、そうやって友人と話すことが日課のようになっていたんです。やっぱりシャロンも年頃の女の子なんだよな。施設の職員は部屋から聞こえてくるシャロンの話し声を微笑ましく思いながら廊下を歩いていました。その時、人が死ぬ時に呼吸が止まる感覚、あれがたまらないのよ。今度はもっと苦しめてやりたいな。友人との会話であることを疑うようなただならぬ言葉が職員の耳に飛び込んできた。違和感を覚えた職員は廊下を引き返しシャロンの部屋に向かうことに。すると部屋に彼女の姿はなく、机に一冊の日記が置かれていました。職員がページをめくると、そこにはこう記されていたんです。私は人殺しになるために生まれてきた。何よ、なんかまるでさ、人殺したことあるみたいな言い草じゃない。まあ実はですね、彼女にはこんな秘密があったんです。1992年6月7日、イギリスサリー州キャンバリー。深夜の人気のない道を1台の車が走っていた。車内では当時12歳のシャロンと数名の男たちが談笑している。シャロンは年上の不良仲間と夜中に出歩くことが多かったのだ。そうやってドライブしている最中、シャロンは窓の外に目をやると、にやりと笑ってこう言った。こいつにしよう。彼女の視線の先には夜道を一人で歩く女性の姿が。シャロンは車を止めさせると、女性の前に飛び出した。ねえお姉さん、こんな夜中にどこ行くの。いきなり目の前に現れたシャロンに困惑する女性。あなた中学生？早くお家に帰りな。女性がそう言いかけた瞬間、シャロンの不良仲間たちが彼女を取り囲んだ。何？話して。動揺する女性をよそに、シャロンたちは彼女を取り押さえ車の中へ引きずり込む。逃げ場を失った女性は完全に怯えきっていた。シャロンはナイフを取り出し、女性を見つめてうっすらと笑みを浮かべる。そしてにやけた顔もそのままに女性を突き刺した。ああ。女性が声にもならない悲鳴を上げる中、彼女に馬乗りになったシャロンはナイフを振り下ろし続ける。そして血だらけになった彼女が息絶えたその時、シャロンは恍惚の表情を浮かべていた。これが人を殺すということか。シャロンの電話の内容を不審に思い、尋問を行った更生施設職員は3年前のこの出来事を楽しげに話す彼女の姿に恐れおののいていました。そう、シャロンは当時12歳で殺人を犯していたんです。これってもうさ、喧嘩で捕まる前の話よね。そうなんですよ。シャロンはですね、このようにね、明確な殺人衝動を持っていたんです。もし止めが入らなかったらね、友達との一件も殺人事件に発展していた可能性も大いにあったんです。3年前、シャロンが殺害した女性はケイティ・ラクリフ、18歳。彼女はクラブからの帰り道でシャロンたちに襲われ、そのままサリー州キャンバリーの墓地に遺棄されていました。遺体は全身32箇所を刺され、あまりに凄惨な状態で発見されたといいます。被害者のケイティは若く容姿端麗な女性だったため、この時警察は強姦魔の犯行と考えて捜査を進めました。結果、女子中学生のシャロンに疑いの目が向くはずもなく、事件は未解決のままになっていたんです。シャロンにこの話を聞いた更生施設の職員はすぐさま警察へ通報。警察
の取り調べを受けたシャロンはその際中も当時の犯行について心の底から楽しむような素振りで語っていたといいます。こうしたシャロンの異常性は実は以前からその片鱗を見せていました。友人との喧嘩で警察へ連行された当時、彼女は14歳という年齢もあって本来は更生施設へ入る予定ではありませんでした。ではなぜシャロンは更生施設に入ることになったのか。それは病院で精神鑑定を行っている最中に看護師を絞め殺そうとしたから。それから1年を更生施設で過ごし、シャロンの精神状態も安定してきていると見られていたそんな時に、彼女が過去に殺人を犯していたことが明るみに出てしまったんです。こうして迎えた1997年3月、殺人罪で有罪判決を受けたシャロンに最低14年の禁錮刑が言い渡されました。犯行当時12歳だった彼女はイギリス最年少の女性殺人犯としてその名を刻むことになるんです。真面目な取り調べにもめちゃくちゃヘラヘラしてたりさ、精神状態明らかに異常なんだけどさ、まだ若いんだから更生できないもんなの。確かにね、ヤリコさんみたいな考える方も、うん、刑務所ないしは精神病院にもねいたんですよ、はい、更生施設、はいはいはい、でもですね、殺人が明らかになった後のシャロンは更生するどころかその異常性がさらにエスカレートしていくんです。殺人に魅せられた女。1998年、イギリスバークシャー州のブロードムーア精神病院は騒然とした空気に包まれていました。うわー、大声で叫んでいるのはこの病院に移送されてきたばかりのシャロン。彼女は病院の職員に襲いかかろうとして周囲に居合わせた職員に取り押さえられていたんです。そう、シャロンは刑務所や精神病院など行く先々で職員や受刑者に襲いかかっていました。シャロンの殺人衝動は抑えきれないほどのものとなっており、受刑中の身でありながら周囲の人間を殺そうと暴れ回るんです。さらにシャロンの気候はこれだけではありませんでした。ある日、精神病院の職員が彼女の病室を訪れた時のこと。どうしたんだその傷は。あまりの光景に思わず声を荒げる職員。病室の中ではシャロンが自身の腕をズタズタに切り裂いていたんです。そして次の瞬間、彼女は笑みを浮かべてこう言いました。私はトカゲなの。トカゲは尻尾を切られてもまた生えてくるでしょう。手つけられない状態じゃないね。病院のね、職員もね、いつね襲われるかねわからないですからね。怖い。手も何にもつけれませんよ。このようにシャロンはたびたび暴力事件を起こすため施設に定着せず、複数の刑務所や精神病院をたらい回しにされていました。そして2018年、最終的に彼女はイギリスで最も監視が厳重とされるブロンジフィールド刑務所へ収監されるに至ります。最低14年の禁錮刑となっていたはずのシャロンは40歳を超えた今でも絶対に塀の外へ出してはいけない存在として扱われているんです。シャロンは未だに殺人衝動に駆られており、ことあるごとに人を殺したいと話しているといいます。担当の精神科医も彼女のその様子にもう治る見込みはないと完全に諦めている状態なんです。幼少期の不散な家庭環境からわずか12歳で殺人犯となってしまったシャロンカー。殺人に見せられた彼女の中に更生という言葉は存在しませんでした。シャロンがそうなってしまったように、人には一度踏み越えたら取り返しのつかない過ちもあるのかもしれません。はい、ということで、あんた今日、何月何日、今日10月5日9月1日10月5日あんたの誕生日がいいね。なんでしれっと挟み込んでくるなんか X デーよ今日は。あれだ、行ってみなさいよ。欧米の学生たち、あんたのね、欧米の学生たちの入学時期、うん、本当に、まあ知らないんだけどさ、うん、あなたの60キロ台行ったかどうかの発表の日よね今日。そうっすね。思えばですね、ヤミノさん、僕がね、京都旅行にね、6月ぐらい行った時に、知らないわそれは。僕が戻ってきて体重計乗ったらですね、なんとですね、80キロだったんですよめちゃくちゃデブやんと。今日仮に60キロ台って言ったら、うん、あんたかなり痩せてんじゃない。いやそうそう、だから10キロ痩せようと思って。確かにね、69.9 になればセーフじゃないですか。僕マジで3ヶ月ぐらい結構シュッとしたわよ。確かにずっと鶏胸肉とブロッコリーとサラダ食べてました。本当にね、結構超頑張ってたよね。顎のラインとかも、いいのいいの、私が興味があるのあんたが坊主になるかどうか。確かに僕約束したんですけど、60キロ台、つまり 69.9 より下回らなかったら僕坊主にするってね、動画で言っちゃったんだけどですね、僕ね、約束守る男なんで、はいはい、ちゃんとバリカン持っていました。あんたの髪丸坊主にしていいんでしょ、70キロ台だったら。でしょ。そうっすよ、 69.9 より上、つまり 70.0 より上だったらやっちゃってください。いやでもマジでちょっと怖いかもしれないね何この格好で体重計乗んの。この格好だとオーバーしてるの。え、じゃあマッパ、マッパでいきますちょっと規制かけときます、はい、私だけが見る特権があります、はい、ごめんねみんな。本当にやりましょう。パンツも履かないの。あんたもう何にも履けません全装備解除です。すごいわね。あんたあと体重計どこ。体重計ちょっと持ってこよう。それでというわけでですね、エミゴさん始まりましたよ、この土壇場体重計道場。あ、なんかちょっとあんたの裸見たくない。
ょっと早く測って、ね、ズルじゃないから体重計、体重計、体重計ほらゼロ。この後坊主でもしなきゃいけないんだから。ゼロスタート、はいはい、ゼロスタートで、ね、今日が9月1日9月1日、はい、9月1日ね。いや見えてます、はい、はい、見えてます、ね、はい、このまま乗ります、ゼロで乗ります、行きます、行きます、行きます、はい、はい、で、僕、はい、どこにも捕まってません、はい、はい、はい、どうなるか、はい、はい、どうなるか、どうなるか、どうなるか、きたーしゃー6、きたよ、きましたよ、つまんな、坊主回避ですよ、長かった、うわ、今日から唐揚げ食べれる、めちゃくちゃギリギリじゃない、あんた、あ、もう消えちゃった、え、うわ、めっちゃ嬉しいね、これ、まあ、最後、あんためちゃくちゃ汗かいて頑張ってたもんね、水抜きとかね、坊主じゃないの、本当に、じゃあヤミコさん、坊主お願いします、なんで、なんで私なのよ、というわけでですね、本当にね、長かったっすね、今日からオムライス、ハヤシライス、ポークビンダル、ブドウカのラーメン、家系、全部食べます、結構感動してんの、マジで感動より脂っこいも久しぶりに食いてえなって、いつもブロッコリー食ってたから本当に、ね、でもこうね、みんなに宣言すると消さたかれる気分っていうか、やれるもんやなと思って、みんなはボールにしたあんたが見たかったね、はい、いや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 、そんなみんなひどいやつじゃないじゃんね、ネトラのね、ほんとそれ、これからもご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします、ありがとうございました。